3月10日1日の取引を終えました。日経平均株価は昨日に比べて8円62銭高い29,036円56銭でした。トピックスは 2.06 ポイント高の 1919.74 でした。両方とも小幅高です。指数が小幅にしか上がっていませんというところで、東証一部は値下がり銘柄の方が多くなりました。全体の 55% に当たる1218銘柄が下落、上昇したのは全体の 40% 879ということで、下落銘柄が多く、日経平均トピックスはほぼ昨日と変わらずという結果になりました。新興市場マザーズ指数もほぼ昨日と変わらずですね、 2.36 ポイントパーセンテージで 0.2% の上昇、日経ジャスダック平均も16円と72銭高 0.4% の上昇でした。東京市場動けずといった格好であります。日経平均株価冷やしチャートです。日経平均2万9000円台を固められるかという攻防になっています。昨今のマーケットの動乱要因、波乱要因というのは何といってもアメリカの長期金利、金利の動きですが、昨日行われたアメリカ3年もの国債の入札はそれなりに好調でありました。一方で今日ですね、現地時間の10日アメリカ10年債利回りの入札があります。これが入札が不調、つまりアメリカの10年もの国債を欲しいという人があんまりいなく、入札倍率が低いということになりますと、こちらは債券価格が低下、つまりアメリカの長期金利跳ね上がる話、先週先々週あった 1.6% というのは入札不調が伝えられての動きでしたが、こうした金利の動向をやや不安視する向きが多く、東京時間では売り方も買い方も動けないといった様相、ほぼ綱引きというか膠着状態でありました。こうした中で東京市場このところバリュー株が買われハイテク株が売られるという日が続いていましたけども、さすがにそれが続々と延々と続くということはありませんで、一旦の休息を今日はしたようです。バリュー株、買われていた典型の鉄鋼株に今日はややブレーキかかりました。神戸製鋼5406は25円安 3.3% の下落でした。一方でなかなか冴えなかったハイテク株ですが、こちらは今日はなんとか買われているといった銘柄も散見されます。6954ファナックは850円高 3.3% の上昇でした。こちら工作機械需要が外需、特に中国向けに回復しているというような話も出ていましたから、こうしたところで目を向ける向きもあったのかもしれません。一方で個別材料ニュース関連に反応しているのは、何といってもインバウンド銘柄の軟調さでしょうか。例えば4921ファンケルですね、化粧品などを作っている会社ですが、ファンケルは今日は85円安 2.2% と大きめの陰線を引いて売られていました。東京五輪ですね、東京オリンピックパラリンピックが海外からのお客さんは入れないと、つまり国内客のみで海外客が来ないということですから、インバウンド需要がなくなると、期待できないという格好になりました。こうしたことからインバウンド関連銘柄、今日弱い銘柄が多くなっていました。今日の東京市場はアメリカの10年もの国債の入札を控えて、アメリカの金利の動向に対する警戒感からほとんど動けずという相場でした。以上、大引けの模様、東証アローズからお伝えしました。